じゃあラプテラ、おいやめれ、お願いラプテラ、おい気持ちで持ってった、気持ちで持ってった、ずっぽし。これはひどい。いや、こっちの気持ちの方が上だ。勝ってる、勝ってる。魂のツーペイ。全然積もれなかった。魂のツーペイけ。うわ、強い。こっちもいたわ。これは強いわ。ちょっとフラッシュか。強い。強い。強い。はぁ！あら。さて、見せちゃおうかな。分からしちゃいますか。初手話せますか。開幕もうご視聴開幕どうしよう。痛い。富士宮に注射。かなりいい作戦、いい作戦。いいのか。いらないからね、注射器とか。いらないな。そのまま欲しいな。上にいないぞ、船長が。あれ、ボイラー誰もつけてないの。ついてたよ。ナイス。早いな、プチ走。だいぶ早い。敵弾を取るで。だいぶいける。正確でますね、この。敵弾は渡され。ハイダメージ食らいました、今。あれ、なんで僕の方が早かったのに、なんでみんな前にいるんだ。めっちゃチーズいてる。まずあのね、これごましょうしな。石炭任せた。あ、僕この石炭取ったら戻ります。また喧嘩してるの？とにかく食料。店長誰だっけな。この3個。なんだい。追加しました。黒い。これは黒い。これは黒いね。下水やつがそんなことはしない。何か裏があるはずだ。金をせびらけ。取れます。で外すんだ。でこんなに悪いんだ俺。はーい。あ、ごめんなさい。置いとくに行く。ごめんなさい。パンちゃん。助けてー。助けてー。やっほー。早い。まだ。まあこのタイミングだったら毒は入れられないでしょう。おそらく入れられないよ。入れられないですね。毒はハード3つで作れます。全然入れちゃいます。作らせていただきますよ。皆さん剣いるって言いました？あ、剣いる。肉ちょうだいね。あ、竹雄さん。あ、肉どうしよっかな。1個でいい。1個だけ？骸骨の中入ってますよ、骸骨の中。おーい。そうか、私もまあ信じられてないですけど。そうだね。ありがとう。結局全員相手にすることになった。まあでもこれで、うわー皮何個出るんだ。あ、肉あるよいっぱい。ポンさん、ここに狼3体横たわってるよ。3つあんだけど。まあ船に置いとくよ。そしたらさ、はい、ここに肉置いとくね。ここめちゃめちゃいいや。相手に。あ、石炭。オオカミ、しばいた？しばいたよ。ほら。なんか高田さんが皮欲しいらしい。皮欲しいの？うん、僕皮3つ持ってる。白い。オオカミまだいる。気づかれてない。気づかれてない。剣で出てほしい。わあ、困るな。期待するか。あ、変人機とか出るんだ。ダメだ。せめて石炭2つ入れに行くか。そんな目の前で作りませんよ。これ船もうちょい進めないかな。まだか。多分燃料足りない。あ、大丈夫か。オッケーオッケー。これ触ってないよ。あ、でもみんなで作ったシチューっていうことで全員で信頼を勝ち取っていきましょう。あ、いいね。確かに。高田さんなんか皮が欲しいって聞いたんですけど。あ、俺も剣をあげちゃった。皮欲しかったけど。あ、そうなんだ。え、使っちゃった剣。毒食って毒入ってなかったんで隠しシチューです。ああ、シチューにされちゃってる。前鍵がシチューにされちゃってる。ああ、返せ俺の剣を。あ、剣ある、剣ある。落ちてる、ここに。剣はシチューにできませんよ。剣はあった。誰か入れれる？石炭。あ、石炭なんか4つ入ってるからこれつけちゃって。ああ、どうしようかな。魚さんか？魚さんだな、取ってたとしたら。え、皮持ってんの誰か？持ってるよ。あ、欲しい。枯れたんで進みましょう。あの船長室にある。解毒剤は俺持ってるよ。船長室。分かったじゃん。ここにあるよ。3つ。おお、素晴らしい。うわー、なんか。あ、すぐでいいですよ。もらった1個の肉がこれなんか結構匂うんだよなこれ。結構。あ、木材と釘置いときます。はい。え、俺じゃないよそれ。え、これ誰からもらった肉ですか？俺だって剣しか捨ててないから。いや、なんかまあ牢屋前とかに。めっちゃ怪しいじゃんその肉。カニフライこういう床の壁にだけがわかる。そこに個人に落ちてる。なるほど。なんか1個だけっていうのが怪しいな、すごいなんか。そう。じゃあネロちゃん怪しいからやめた方がいいよ。手を切って走りねえな。手を切って走り。いるよ、いる。石炭も入れたよ。竹をいるよ。ああ、まあ。ここ登れんな。頼むから剣出てくれ。いや、こっちは先。あさられてる。いや、優先度こっちじゃねえな。オッケーオッケーオッケー。あれが手に入ったことによって石炭が入れられます。また川が手に入りました。いやー、どうしようかな。木材4を捨てて、肉を1個持ち帰る方が、左か。悩むよな、こういうの。食料1個も入れてないから。諦めます。あ、これ死ぬ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 。あ、でもここは石炭取れるから。ここの石炭取れるから、ポンズ。船ってどこだ？あ、危ないよ、そこらへん。気をつけてね。え、クマ、え、マジすごいね。倒したんですよ。ちょっと待って、ポンズ、これ。え、ゼロタン隠しろだろ。いるよ、いる。見えないな。石炭を取ってるよ。中央の島から石炭4つ持ってきた。すいません。めちゃくちゃ苦笑いです。ということで。全然面白くないと思われてる。いた。竹尾さんの笑い声。何笑ってんだ。滑稽なクルーたちに笑ってんだよ。バカだね。クルーたち。俺、死体が開けられてる。怪しいね。今ここに来たばっかよ。なんか頭に血ついてんだけど怪しいな。何でも怪しむやん。ちなみにもっと怪しいことしてあげるか。え？まあ見てなさい。今作ってるもので。怪しい。ええやろ。怪しすぎる。やばい。あいつやばい。おにき怪しいです。何報告です。銃持ってます。やべえやついる。です。進むか。誰があれなんだな。帰ってきましたよ。はい、僕が船乗ってません。ちょっと待とうかな。ちょっと待っちゃおうかな。僕に来たらこれ確定になるから。来なかったら来る。川と剣入れときましたんで、村の方はどうぞ作ってください。お肉以外狙われる人いないと思うよ。あれこれ僕じゃないやっぱ。ほら、僕だけだ。今、見たでしょみんな。ほら。いや、なんでそんな嬉しそうな。白角でーす。ということは、この竹雄さんからもらった肉は安全だ。よし。ああ、うさぎちゃんが。誰か木材持ってない。木材ね、そこら辺にいっぱい落ちてるよ。あと、一回してる人がいるからね。出てすぐのところに私結構いてます。熊畑行ってる？誰か剣くれるみたいな話した。あ、剣その辺落ちたよ。この辺どこだっけ？あれこれ違う。これワークベンチに剣と可愛い。やばいごめんなさい。これちょっと下がった方がいい。ごめん。ぶち当てちゃったよ。ああ。まあないけどいいか。あれ置いたやつがあるだろう。あれあります？釘。ごめんなさい本当。ここにある。ここにある。スクラップしてるから。これあり方すごいな。ごめん、修理します。ここに置いてますよ。はい、ありがとう。皆さん。あ、ちょっと待って、食いたい。ポンズ野郎の安全シチューです。安全シチュー食べました。ケンさん、ごめん、ありがとう。はい、修理してます。これちょっとバックした方がいいか。オッケー、オッケー、下げます。あ、ここもか。修理します。あ、してください。安全シチューください。安全シチュー置いてますよ、いっぱいここに。焼いていくか。修理。あと1箇所。はい。なしたほら。こんなもん？これ武器庫は蹴れます？僕はわかんないですけど。武器庫ね、一桁だけ私知ってたと思う。これ一桁目に出ました。6桁目4。潜伏してるやつがいるだったら分かる。あれ、シチューちょうだい。シチューはい。これ3桁目か。3桁目が4でいいのかこれ。僕もシチュー欲しいけど。オッケー行こう。これ3桁目ですよねこれ多分。めっちゃ変わった。あ、ありがとう。この肉はなるほど。防衛するか。さあ行きますか。私も。2桁目と5桁目が分かってない感じね。あ、に行ったか。うん、自分用の肉焼くか。いやーでもな、10持ち増やしたくねえからやめとくか、開けんの。これキッチンって勝手に使っても熱いっすか？あ、大丈夫だよ。待て。どうします？留守待ちます。本当に託してイントロ行って何？今回は信じてもらえるの？じゃあちょっと行ってきます。ただ言ったそばから売れた。まあ昼だし、思わなくて、まあ行ってもあれこれいいかも。はいけど。じゃあ今影も向こう側だと思うんで。僕10持ってるから、あ、近接欲しいな、スクラップ2個とかない？ああ、ないっすね。罠は1割の。罠。うん、遠距離で戦うか。あ、富士宮確証じゃない？富士宮県確証。まあ、息は10っすね。多分、負けて帰ってくる気がするわ。これはじゃあ、これからいいのか。なんかやり合ってる。敵だよ。見てるから。僕も行ってきていいですか？うん、はい、行ってきます。大丈夫か？大丈夫か？高田さん黒田さん。高田今。わーってなってた。あれなんネロちゃん？鍵が。激動でバックス。鍵がないです、僕。姉さん、行きましょう、一緒に。みんなで行こう。鍵ある人いる？ね、鍵ある人いる？鍵ある人。ないですね。いない。いや、衝撃の傀儡召喚だったな、今目の前で。鍵ないとちょっと。ああ、見てしまった。ネロちゃん、鍵がないみたいだ。めっちゃ取られちゃった。あ、あったわ。ごめん。離す。よいしょ。発射します。近接がないかも。取ります。俺は AT です。AT アテアテです。弓10本ぐらい取られちゃってる多分。弓と矢。うん。誰が今近づいてんの？出れたみんな。出れたよ。出れてない人いる？いない？大丈夫。鍵持ってきました。鍵持ってたから。あ、ごめん、開けてもらって。あ、じゃあ、そしたらさ、僕、残ってるから、鍵どっかに。ありがとう。信じてます。大丈夫だよ。僕、グールに狙われたから、もう、拍手しろです。絶対大丈夫です。頑張ってきます。いってらっしゃい。残っても死んだら終わりだから。みんなのお気がつかない。あそこ上歩いてるの誰だ？ネロちゃん、武器庫って開けられる？いや、もうコード分かったりとかしてない？もう入れてあるんですけど、一桁目。分かんないんでガチャしてます。はい。なるほどね。うん。オッケー、じゃあさ、上行ってさ、望遠鏡で見てるからさ、はい。勉強伝えます。高田さんが上で弓で持って浮いてる。出るかなあ、ネロちゃん、さ、はい、先頭の方のさ、あ、待て。高田健士右側。多分爆弾だろ、置いた。洞窟に走ってる。倒す準備。うん、うん、多分爆弾。いや、大丈夫。釘。あ、いっぱいあるから多分大丈夫。ナイスナイス。まだ。どこだ？プテハシ重傷、ちょっと狙いに行ってくる。外です。外。僕は僕の職。プテハシ重傷。あれ？爆発してる。大丈夫かなこれ。あ、大丈夫だと思う。当たってたらいいんだけどね。ただネロちゃん、ちょっと開けてもらっていい？はい、ありがとう。うん、よくわかる。大丈夫かな。すいません、ぶち殺されました、熊に。熊にか。開けてくれ。開けまーす。ありがとう。ありがとうございます。誰？あ、やばいやばい。太郎です。助けて。ほら、魚さんまで。いや、結構やばい。全滅した。東大。あ、ピタシさん重傷だったから。で、多分ホワイトアウトを打ったのがピタシさんかな。で、高田さんは右の洞窟に行きました。了解。竹おにき疑いました。すいません。許してください。今やれるかな。これさ、武器庫チャレンジした方が多分いいと思うよ。武器庫チャレンジ。藤宮も死んじゃった。一回全員の武器庫確認しましょう。死んでしまいました。あ、鍵ないんだよ。まだ今鍵端っこにありますから。牢屋の端っこにあります。1個置いてます。これ全部合ってる？武器庫。あ、1個あった。合ってない。牢屋の中入っていただいて、どれかの端っこの位置まで行けば。これじゃあ、藤宮、あと藤宮だけ？はいです。はい。ただ、原産は1桁目が1。俺、6桁目4入れてる。次以降入力して、みんな。あとは？4桁目8。合ってます。1桁目1は入ってるわ。ああ、かぶってんだ。3桁目が4です。で、6桁目4。6桁目8です。あと1桁じゃない？4桁目8。ああ、ほんとだ。じゃあ、これ回して。おい誰じゃおい、プテ8来るんじゃないよ。八音で分かるんじゃよ。こっちも仕掛けられてない。甘いぜ。入ってくれ。入ってった。あ、ただ、確か2桁目も、あれじゃ分かんないんじゃない？あべこべなんですよ。だから俺、チャレンジしてたんですよ。あ、マジごめん。あ、じゃあ、ちょっと、ネロちゃんに引き続きやってもらって、今のうちにみんな。そこいるぞ。あ、でも僕銃持ってるから。もう行きましょう。行った方がいい。あれ、医者？あれプテさん、あれプテさん。ああ、1日前あるのか。今朝なんか樽ありますけど、大丈夫ですか、それ。許してくださいよ。樽。何してんの？もう許してくださいよ。何に使うんだい、それはよ。プテ8重傷、プテ8重傷、殴れる。逃げます。ダメ。あ、オッケーオッケー。幽霊歩きで。ないよりいいだろ。バカ野郎、弾ないのなんか知ってんだよ。まあ、ブラフってことは知らないのかよ。どうしようね。よしそう、武器庫開けば勝てるよ。肉だけ持ってくるか。これってもう氷山は壊れたんですか？まだ壊れてないよ。まだ。肉だけ持ってくる。もう全部拾ってんのか。どの辺まで調べたかが。一切しないこのアイテムのこのドレッドハンド。あれ3桁目4って当てるっけ？合ってますよ。ああ今武器庫コード出たけど。クマ死んでる。クマ死んでる。了解。なんで？ちょっと僕ニトロの方行ってくるね。はい。開いた。ナイス。開いた。私武器ないんでちょっと頂戴していいですか？オッケー。やったー。これでプテラ高橋ボコボコにできんの？おいプテラどこだおい。僕武器弾だけもらいます。あ弾だ。洞窟の中。普通の剣とかでいいんだけど、銃キャビネット。おお、バスケット銃とかありますけど、これ私に使いこなせるのかね。洞窟の中。オッケー。使わせ。でかいよ。ありがとうね、ネロちゃん。あ、プテ足いる。プテ足もいる。こいつも撃ち殺そう。どこだ？いる。ナイス。じゃあな、プテラ、おい。やめれ！お願い！プテラ、おい。大丈夫だよ。俺。どれくらいこれで今いける？これ。前がわからん。一回出してよ。あれ今飛んでるのは？飛んで野郎です。はい。高田さん幽霊歩きに逃げたからそっち行くかも。気をつけてね。残念ながら。これわかりやすい。氷壊しちゃいますからね。ほい。あとはこの私の投擲技術をもってすれば危なっ高田さんどれや全く分からん。あ、やべ大丈夫落下しちゃった。大丈夫すいません。おい行きましょう。申し訳ない。ゲンさん寝てます。大丈夫。すみません。キロリつくのである。いやダウンはしてないはず。じゃあ、石炭入れますね。はい。あ、俺も。2個ある。いや、お茶を聞こえたけど誰だ？あれダメ。あ、ゲンさん。誰か寝てると思ったゲンさん。落下しました。出すっていうのは。え、これ、ま、流れてたら殺されたらどうする？え、どこ？え、それずるくない？それずるくない？え？え、それずるくない？これが。待って。ああ、一緒に閉じ込められた。これ積んだやつだけが出てこれるので。どうだ。グラテスクすぎる。どっちが生き残るかな。どっちが出る。ああ、いなくなった。ああ、片方いなくなってる。イリュージョン。あれちょっと待って。ぶつかってない？え？ぶつかってない。開いてません。なんか大丈夫かこれ。穴は開いてる。ああ、来た最後に。やめて。ちょっと生かしてください。やめて。やめて。誰？お酒上がって。最後のやばかったな。牢屋で2人入れてファイトさせるっていう。なるほどね。すごかったな。いや結構。いい勝負だったね。全滅させられたもんね。いやまあやばかった。いい勝負だったの？今の。みんな一回は死んでますよ多分。本当？よかったじゃあ。